人狼。人狼です。夜が更けました。人狼に気をつけ、人狼の方はお願いします。どうしよう。私は人狼が苦手です。俺最近ね、ちょっと霊能者に人狼で出るとき多いんだけど、出ていいかな。もう指揮勝手してください。六馬さんも出て進路進路強いと思うけど、はい、皆さんありがとうございます。 YouTube 見てる人リンク行きやすくなるんで、高評価の押してもらえて助かります。誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。特に使用ございませんということで、そうですね、まあ、進行論みたいなのは語りません。 2-2 番目になったらとか 3-4 になったらとか、そういう場面にならなかったら正直、まあ、話も意味がないかなって思ってるんで。で、まあ、思考開示していきますと、私、ただの把握漏れだったら黒く見ない。例えばその把握漏れ、占い結果とかちょっとまあ聞こえなくて把握漏れる場合とかもあるんで、把握漏れだけだったら黒く見ないんだけど、その把握漏れした上で視点破綻するような人は私確実に釣ります。あと村スラも嫌いなんで、私は正直釣りたいなって思ってますね。で、あとまあ、まあ話を捏造する人も正直、まあ、私は人外だと思ってるので、はい、釣りたいと思ってますくらいですかね。まあ、今言ったのは私正直、まあ、釣っていこうかなって思ってる感じです。で、まあ、一周目発言もあまり伸びないですけど、2周目で頑張って伸ばしていきたいなと思ってますので、はい、せめて印象だけ。1番のプレイヤーが発言します。はい、1番ライライです。お願いいたします。9番ちゃんの意見に関して、把握漏れだけでは黒くないは良かったです。それ以外はまあ人それぞれですかね。まあ、捏造が黒い、まあ確かにそれも分からなくはないんですけど、視点破綻が黒いってのは分かります。ただ把握漏れしたら視点破綻は起きてしまわない。把握漏れした上でその状態の視点は破綻を起きてなかったら加味するっていう意味だったんですよね。でも把握漏れした上での視点破綻ってしょうがなくないって上げ足取りになっちゃいますこれはね、うん、でも視点破綻が黒いっていうのと捏造が黒いっていうのは同意です。分かります。それに関して、まあ、一個言うんだったら時系列が違う黒塗りっていう、これはまあ捏造に入るんですかね。あれに関してはほぼほぼ人外だと僕は思ってますよ、うん、そんな感じかな。まあ、盤面見るより僕は発言精査の方が好きなんで、盤面目この人めっちゃ黒いなって思ってても、発言が白かったらその人信じちゃうかなっていう感じです。頑張ってやっていきましょう。お願いします。2番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。2番鳥川奈良師匠です。お腹が空きました。9番と1番に関しては1番の指摘は合ってるかなと思ってます。把握漏れしてたら視点破綻するでしょうっていう、うん、まあそれこそ上げ足になっちゃうけど、9番さんはまあ確かにそう、1番さん確かにそうだなと思ってしまったぐらい。特に別に9番さんは捏造をする人釣りたいと言ってただけで黒くは見てないので、1番さんはそこが捏造ですね。はい、ちゃんとメモ取りましょう。1番さんに関して言うのであれば、時系列の捏造黒いなって言ってるところは分かりますっていうところで、9番さんのそこ、要は視点破綻してるイコール把握漏れになっちゃうのではっていうところと、1番の、捏造する人は黒く見るっていう9番の捉え方、これは多分9番言ってないので、そこが気になりましたが、それ以外に関しては概ね良かったなと思ってます。はい、まあ、いつも言ってるんですけども、後半1は要点絞って話してください。9から12やってると時間足りなくなっちゃうので。3番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。ランダム白は4番さん、4番さんが白でした。9-1に精査すると1番さんが現状一番白いかなと思った。一番白いっていうか、まあ怪しむ姿勢、9番さん怪しむ姿勢があるのはいいかなと思ってて、ちょっとね、最近ちょっと殴りすぎると殴り返し来るんだよね。殴ったからって、そこ狼とか人外だとか追ってほしくなくて、だからね、結構怪しんでいく人って結構狼じゃないと思うから、1番さんちょっと9番さんの精査して怪しむ姿勢を持ってるのは1が印象がいいかなと思う。2と9に関してはちょっと2周目かなと思う。あんまり2と9もそんなに狼っぽいっていう感情も発言精査も別になかったんで、とりあえず291比べると1番さんが白いんじゃないかなと思ってます。4番のプレイヤーが発言します。
はい、占い師です。ランダム白9番さん、9番さんが白です。まあ、3番さんは強路どっちもあるかなと思いますけどね。9白知っているが、1の突っ込み自体は別にいいかなと思いましたけどね。把握漏れしてるんだったら、それが前提なんだから、して漏れってすることもあるよねっていう視点、指摘自体は別に真っ当だったと思います。2番さんの1への突っ込みが、僕は違うと思ってて、9番さんは少なくとも話を捏造する人も人外だと思ってるっていうふうに話をしているので、9視点はそういう、まあ、捏造する人を、まあ、人外と見る、まあ、黒く見るっていう話してますからね。2番こそしっかり話聞いたらと思ってますね。だから、まあ、3が教授で2をかばいに行ってるか、それとも2、3浪人なのかっていうぐらい、今、2は怪しい。5番のプレイヤーが発言します。はい、現状占い師どっちも神目ないなって思ってますね。はい。正直、912の精査なんてほぼほぼできないけど2釣りたいぐらい。9番さんが言っていた、その思考開示だから、どういうところを釣るっていう思考開示でしかないから、それをベタ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 いつまでも言ってないで、9番さんが色落ちたのか、色黒なのか白なのか、自分で印象いいのか印象悪いのか触れたら自分の思考開示して、1番さん、2番さんに関しては何にも思考開示せず、なんかそのどうでもいい話をぐち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 ずっと言ってて、色が落ちなすぎます。はい。2周目必ず色を落としてください。わからないです。9番さんっていうのは、思考開示はしていたものの、まあ、どこどこを釣るっていう思考開示はしていたものの、どういう理由で、釣るっていうのを、明確に言っていないところが、まあ、6番のプレイヤーが発言します。はい、6番村人陣営です。そうですね。まあ今現状、グレーチで釣りたいなと思っているのは2番さんですね。まあ、5番さんとちょっと意見が被っちゃうと、まあ便乗位置になってしまうかもしれないんですけど、まあ2番さんは1と9の話をばか面り、倒まあした自分様、か。思考開示がなく、まあ正直、自分が言うのもなんですけど、便乗位置であるかなって思いました。で、そこを、まあ、3番さん、4番さん出てきたんですけど、まあ、3番さんとは思考が違う、4番さんとは思考が似ているというところで、今のところ3の方が人外要素は高いのかなと思ってます。やっぱりこのゲームっていうのは、自分と目線が合わない人っていうのは、敵対として見ていいと思ってるので、自分的には。なので、やば。ご飯が。ああ、6番さん、テンパってるね。アクリまあ、ル板今一のところ番ち3ゃん番ありがさんが、とう。まあ、あんまり神味ないかなって感じです。記事の役のことについても触れてないし。まあ、だからその指摘を、まあ、5番さんは今結構最白で、2番さん釣り1かな。9… 7番のプレイヤーが発言します。ああ、6釣りかな。ハマちゃんが思うには、6番さんってさ、2番さんが思考開示しないから。ロック釣りそう、なあるよと、な。その視点が合わない人は、意見が合わないで対立するから釣りますって。それってもう議論じゃないんだよね。だから、たまちゃんが思うには、6番さんってね、もう、しかも最後、ご飯があって。もうね、人狼殺しながらご飯食べる人黒いんだよ。5番さんが言ってる論で、3と4が2世目に見てますって。じゃあ5番さん視点ってさ、6、7、8で占い師出てくるって思ってるんですかね。そういう考察も一切なく、3と4が偽だっていうロジックは、俺は納得しないんで。はい。それに便乗した6番が、俺はついたいなと思ってますんで、たまちゃんは6番さん釣りでいきます。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番、ケン・タケシと申します。村人陣営、特に CEO ございません。3番さん、4番さんだったら3の方が偽っぽいなと思っているけれど、3番さん目線、叩く人が村っぽいって思うんだったら、その発言いらないと思っているから、もし3番さんが死んだった場合、人外はいろんな人を叩いてくると思うよ。だからそれはいらない発言だと思っています。釣りたいなと思ったのは2か5かな。2番の1への叩きってめちゃくちゃ不当だと思ったけれど、9番が、釣るっていう発言を残しているってことは、黒いと思うから釣るっていう意味だと思っている。9番が、この人釣ります言うて、それを
イコール白だから釣りますは 100% ないと思ってるよ。9が村だった場合はね。人外だったらあるけれどね。あー、5に関しては見せてみる。9番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。はいはい、潜伏4種類、はい、霊能2枚出たんで今日は霊能、正直すいません、霊能に関しては私は審議がつかないと思っているから、釣り切りさせてもらいます。はい、まあ釣り切るんでそこら辺はまあまあどちらからでもいいかなって思ってて、でそうだな、まあ小判さんにまずなんだっけ、なんか言われてたどんな感じで釣るのかっていう、そうだね、まあ言ってなかったから正直まあ村スラとか正直それで村スラする人で人外でもなんかやってこう村目を取りに行こうとかっていうする人いるから私はそういう発言しました。であと誰、1、2番さんに言われたのか、そのなんだっけ、把握漏れした上での視点破綻だけど、把握漏れその1回だけだったら後の発言とかいろんな人の発言聞いてたら情報更新ってされるから、そのなんだろうな、例えば人外が3人いるでしょ、でそれが4とかなんかこうおかしな視点破綻を私は釣りたいなって思ってました。はい、っていうので大丈夫でしょうか。はい、現状私が、まあグレーだと気になっている位置は6かなって思ってます。6って、5がなんか5の、一緒のことを言って、ただ5っていうのは占いに関して3、まあ、さっきの番目ね3と4で出てて両方締めないなって言ってて、6ってじゃあ、4のことを新っぽく見てたんですかって言って、って感じでなんかこうちょっと話がちぐはぐしてるなって正直思ってました。はい、でまあ白いなって思ってるのが7番さんです。はい、なんかちゃんと、こういろんなとこ話聞いて指摘ができてたかなって思ってます。はい、霊能に関しては両方、釣り切りさせてもらいます。1番のプレイヤーが発言します。はい、1番ライラです、霊能です。3番さん釣ってくださいね。5番さんって4白刺さってるから、いずれにせよ、5番さん目線って霊能の審議つきますよね。例えば僕が、3釣られて僕が3白って言ったら5番さん目線って僕黒しかないっていうのもありますし、5番さんの占い審議がめちゃめちゃつきやすい場面なんですよね。もしかして5番さん目線での霊能審議もね、うん、3番さんは偽でしかありませんよ、うん、占い使用してまあまあ殴る位置も何もせずふわふわっとして新芽なくなったから霊能に逃げたってだけなので、はい。そうだな、占いか、まあ、5番さんは出る布石を打ったっていう場面から5番さんローの世界はあるのかなと思ってますよ。新芽ないって叩きに行った結果占いを出るっていうのはね、まあ、7番さんの指摘に関して5番さんがどこにも殴ってないっていうのは自分が死んだからっていう話だったんですけど、霊能さんどこから記憶してから選択、まあ、そのシーンもまああるかなとはちょっとは思いますけど、の場合ってでも3黒になるじゃないですか。僕3強心でしか置いてないんで、それはちょっとないかなって思ってるんで、まあ5番さん用意したローだってほぼほぼ思っていますけどね。9番さんの今の話は良かったですよ、うん、全然いいと思います。まあ5番さんも結構白いなって思ってますしね。なんかいいよ、なんだろうね、まあ、8番さんが5も釣りたいって言った理由ちょっとまた聞きたいかなと思ってます。まあ、2番さんに関してはまあ皆さんが言ってる通りなのでね、はい、2番さんの発言に期待です。今日は3番さんから釣ってください。僕は3番さんは強人にしか置けないから5のことを今のところ黒で言ってます。わかりますね。5が黒出た場合は5の新芽は結構上がる、そんな感じですね。以上です。今日は3釣りしてください。2番のプレイヤーが発言します。1、3どっちでもいいので3番の発言聞いて決めます。どっちでもいいです。まあスラしたから3番釣ろうかなぐらい、もう適当。はい、まずグレーに触れさせてください。グレーだと、僕はそこまで6に対して怪しく思ってないです。7番の炊けた炊き方が、まあ7番とは思考が違うなと思ってます。普通に6番っていうのは、7番が6番に対して取った要素っていうのが、進行論の違いだけで、偽に置くのはどうなのかって言ってるんだけど、まあ、1周目だし、それも全然ありなんじゃない。それこそ3、4の精査をする上で、6番さんが3と4だったらどっちがあったか、だから、こっちの方が、3の方が人外要素高いのかなって取ったのは、まあ、分からなくもないと思っているので、まあ、ただ6番のほぼほぼ5の便乗だったのは、それは分かるけど、それに関して7番が6番に対して叩いてるのはちょっと不当かなと思ってます。なので、7が若干、僕を守ってくれたのか分かんないけど、若干怪しいと思っている。プラス、8番かな。
僕が1に対して叩いたって言ってんだけど、いや、指摘しただけだから別に叩いてないし、普通に9-1はそれ以外は印象良かったって言ってんだから、8番の捉え違いがちょっとおかしいなと思ってます。はい。4号の精査は今のところつけられないですね。5番が占い師としての思考が分かってないので、今のところ。そのくらいかな。4番とは進行が違うから叩いてきたぐらいしか覚えてないんで。はい、以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、霊能者です。占い師を確定させるために最初占いに出ました。で、自分が4しろって打って4番さん出たんで、結構4の方が神明が高いかなとは思うんだけど、まあ5番さんの潜伏理由ちょっと聞いて占い真偽を判断しようかなと思う。グレーに関しては、ちょっと6番さんが怪しいと思ってて、4が煮つり押し、5も煮つり押したかな？ 5 はちょっと覚えてないんだけど、6が最終的に便乗で煮つり押したんで、ちょっと6番さんが結構怪しいかなと思って、7番さんが6釣りをしたのが7番さんがすごく一番印象が良かったかな。だから、現状グレーは6番さんの狼が高いかなと思ってる。で、1番さんに関してなんだけど、1番さんって結構誰も怪しんでなくて釣り1じゃなかったよね。だから、俺1は今日なんじゃないかなと思うんだ。1が今日の時は、もう5がローの確定なんで、俺5番さんの発言はしっかり聞こうかなと思う。今日はとりあえず1番さん釣って色味をさせてほしい。もし1が狼だった時は5の神明が高くて、そうなるとちょっと1黒軸のまた精査もできるんで、今日は必ず1番さんを釣ってください。ちょっと4番さんで確定できたと思ってウキウキしてたんだけど、ちょっと残念だね。今日は1番さんを釣ってください。4番のプレイヤーが発言します。はい、まあ現状5、6、ロー、1強かなと思ってますね。1番ってさ、その5目線の話をしてて、5目線で1、3つって、でもし3が黒だったら5の神明が上がるっていう論が分からなくて、1強人目線ってこの5の4白から5の狼透けてるんですよね、1強人の場合ね。で、仮にじゃあ3黒が落ちたとして、5の神明って上がるんですか？ 1 目線、神龍指導も別になくはないと思うし、そして仮に4号が新居だった場合って別に変わんなくないですかって思ってるから、そしてね、6が怪しんださんの視点がわかるから、1の方が偽かなと思ってますね。6番で気になったのは、5に対して、なんか5の便乗になっちゃうけどって、5の意見に、まあ結構、まあ、同意してる発言を最初に残してるんだけれども、その後に、5番の発言っていうのは、3、4どっちも神明がないって言ってるんだけど、6番って4の方が神明があるっていう思考を持ってるんだから、その場合って一言目に5と同じような発言になるんだけどっていう精査にはならないと思ってますね。はい。だから6が気になってます。だから、まあ正直、あんま言いたくないけど、6が騎士だったら出てほしいなと思ってますけどね。で、まあ、これもあんま言いたくないけど、じゃあ5、新占い視点って、4強人3オカミが見えてたわけでしょ、あの視点って。で、それでなお、なんか3、4神明がないとしか言わなかった5の偽って思ってね。はい。少なくとも自分に護衛をしてほしい。5つった後4カミだな。発言します。はい、まず潜伏した理由は4に白刺さっているのと 3C を狙いました。3番のすらもう見えてました。メタになるけど。はい。まあ、その理由はもう、言わないです。めんどくさいんで。で、3番っていうのが僕が占い出る前にスライドしていることが、3番が芯がめちゃくちゃ高いと思っているから、1から釣る。で、6っていうのがめちゃくちゃ怪しいとは思っているけど、どっちもこれ芯あるな。まあ、僕を白、見てくれたことから、まあ、今日は釣り1、グレーの中で言うなら一番釣りたくない。で、7が、6をしっかり叩いていて、6を1本指定で釣りたいって言ってたから、7が一番白いと思っているから、2、8のどっちかを占おうと思っている。で、9黒だと思って囲いったのかなって思って、2周目聞いたら9の発言、まあ、まあまあしっかりしていたから、まあ、やっぱり一番現状色落ちてないのが28。だから28に騎士がいるんだったら、正直自分視点は出てほしいけど、
4番みたいに炙り出したって思われたくないんで、まあ潜伏でいいと思ってます。2、8を占います。どっちかに騎士がいるんだったら出てほしいぐらいは自分視点は落としておきます。で、1黒結果もしくは3黒結果なんで必ずロラを逃げ切れるかな、ロラしたとしても。で、僕が、黒を見つければ勝ち、もう絶対に勝てる盤面なので、はい、だから僕が黒を見つけます。以上。いや、新郎新郎でもよかったんだけどね。はい、まあそうですね、3番さんの動きっていうのはまあ結構良かったんじゃないかなと思ってます。占いを近くさせるという行動は結構いいと思っているので、まあ、現状そこのそこだけですが、まあ3の方があるのかなっていうところで、まあ、まあ1からいきます。まあロラでもいいんじゃないかなって思ってます。普通にあんまり1近くするの僕なんかわかんないんで、結構ロラでいいんじゃないかなと思ってますけど。で、4号についてはそうですね、まあ、4番さんもう指摘が細かすぎるって思いました。普通にもうそれ言ってたらみんなもう指摘だらけになるよって思ったぐらい細かいなって思いました。まあでもその分ね、しっかり話聞いてるっていう面ではいいなと思って、あと5番さんが、まあ、4番さんと一緒になって騎士あぶり出したくないって言ったけど、28に騎士いるんだったら全然ってもう同じこと言ってますよって思いました、安直に。はい。あとな、占いたいっていう人あんま僕信じたくないんだよな、なんか嫌だなって思う。なんか自分のあれだけど、なんていうかわかんないけど。ってところで、まあ4番さんの方がまた新芽あんのかなって今のところ思ってます。で、まあグレイチですね。うん、2番さんのその7が自分は守ってくれたみたいな発言、ちょっとよくわかんなかったですね。その7番さんが陣外の時に2番さんが黒かったから2番さんを守る行動したっていうことですかね。それだったら2番さんは7は陣外ってもう少しなんかはっきり言ったらよかったなと思ってましたね。例のな、ただ3番さん自分もな黒く見てるんですよね、陣外に。もう釣り切りでいいと思いますよ、普通に。狂人とか暴れたら。7番のプレイヤーが発言します。はい、たまちゃんです。たまちゃんね、発言聞いてから気になったところだけ言っていくんだけれども、たまちゃんね、1番さんの発言で3番さんを強靭で追っていきますって発言しましたよね。1番さんその際に占いの真偽を若干鈍らしたんだよね。1番さん目線、3番さんが強靭であるんであれば、ねえ、5が4に白打ってるんだから5目線おかしくならないってならない？1番さん目線って、その際に1番って3番で黒結果出れば5番のあれがつくから、ごめんけど俺にはちょっと意図が理解できなかったんだよね、1番さんの言ってることがね。3番で黒が出れば5番さんの真偽がつくって。でも1番さんは3番さんのこと強靭で追っていくって発言しましたよね。この際って5番さんが偽にならないって思ったんですよね。あと6番さんで気になった発言は、3番さんがすらしたっけ、占い遅刻させようとした行動が良かったって言ってるんだけど、別にその行動ってそれだけで信用しいい話じゃないんで、占い遅刻させようとしたから真ですねとかいう話じゃないんですよね。6番さん目線、1番さんの精査どこに行ったんですかねって思ってるんですよね。まあ、釣り切りでもいいと言ってるから、多分6番さんって1から行くんだろうなとは思ってるんだけど、まあもう乗ってる怖いんで出ますね。騎士です。はい、騎士です。以上です。8番のプレイヤーが発言します。あ、7番さん騎士なんだ。あ、いいとこから出たなっていう考えかな。7番さんに一応返しとくけど、3番も同様のこと言っているから、1番を強度置いていてって発言を残しているから、それはあんまり深めないというのは、どっちも同じことを言っているからね。1は3を強で見ている、3は1は強で見ている。だから1、3目線、じゃあ5から行きましょうよってあってもいいと俺思ってしまったんだけれどね。共に心境で見ているんだったらって思ってるけどなー。ああ難しいのか。例のは釣り切ります。5の神経も含めてね。6番さんが言ったら5番さんもブーメランだよってのは同様だよね、マジで。
2と8、霊能なら出てきてね。霊能じゃない、狩りなら出てきてね。狩り、騎士か。騎士なら出てきてねっていうのは、同様にしか俺は思えなかったから。だから俺も4の方が新っぽく見えているけれどね。だから7番さん4番漏れでもいいんじゃないのかなと思っているから。5が新だった場合は、釣り切ってからなんとか精査で俺は持っていけると思っているから。はい、以上です。全プレイヤーの発言が終了。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。高知投投票票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番1番の遺言を発表してください。皆何さそれ、俺し言っちゃたダメやよね。ろ。さんが狂い人や、予そ期しれてしるかちゃら、ダメごはんやほろ。ぼほぼ偽やと思うて。でも、霊能2やで。わかります？霊そ能がれ2のもう時旧点で白3角はな3るつっからてダ黒メ出だたら5よ。の新芽が上がる。で、僕は5の新芽が上がるって言ってるのは5はマイナススタートだからですよ。4こ番れさんダに言うメんですけだ。ど。僕は3を狂人で見ているから、ここがほぼ黒だと思っている。だとして、じゃあ僕が、じゃあ子連れから行きましょうなんて、誰も飲みませんって。はい。僕目線は5黒3狂人だと思っていますが、負け3たがこ黒れ。だった場合、4番さんのおっしゃる通り、新郎の可能性もありますよ。だから5番さんがマイナスからフラットになるだけって発言をしただけなんですよ。もう色見えないからどうしようもないんですけど、まあ僕釣られた以上はね。もう、黒市もわからんっす。全くわからんっす、これに関しては。やっぱ最初のポチの霊能ってきついっすね。まあでも3番さんは今のところマジで狂人で置いてるから僕は5が黒だと思ってます。で、その時に、精査内容としては8番さんだけ3に行ってる。で、まあ、8番さんがおっしゃった通り3番さんも同じ目線を持ってる。だから7の竹は不当じゃねえかって言っときながら、3番さんに入れてる。これを、白狼ポジって呼ぶんですかねとは思ってますけどね。まあ仕方ない。もう、ずーっと思ってました。もう4番さんの視点あたりから、あ、俺釣られるんじゃねえかなってすげえ思ってたんで、これに対しての、もう投票先でのライン精査っていうのはできないと思ってます。でも8番さんが最後にそれを言ってくれて、僕はちょっと救われた気持ちです。まあ別に白浮きはしないですけどね。まあロラは確実にしてください。はい、以上で夜が更けました。人狼に気をつけす。てください。どうしよう、人もう狼の7か方もはか。マジで。ってくだ7さい。かも。はい。7かんでもう5がきついっすね。マジで苦手っす。いや、もうしょうがない、これ。負てけか、たよ、5番5が自さん、投票してるか5が強靭っすね、絶対。うわぁ。夜。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番8番のプレイヤーが発言します。はい、とりあえず3に行きます。3番さん目線、現状どう見えているか述べてくださいね。一陣害を通して、これは占い師目線の考えをすっきりするべきだと思っているから。で、最終的に占いローラになった場合って、4は絶対的に釣らないから、5が死んだったとしても、4は強でしょ。マックス強だから、釣らないから。っていうぐらいかな。だから100%黒を探すべきだと思ってるよ。4と5に関しては。特に5はね。今日は3に行きます。それで多分精査ってよりも、なんかな。待てよ、一精白にし査をたす方るがいい時の間が俺か。はできると思っているから。精査をする時間って多分必要だと思っているんだよね、俺は。どういうふうな考えを持ちながらこの人を五釣るっていう強のはでいい必要んだとだ思っな。ているあ、から、俺強にすは、ればいいんだ。はっきり言ってグレー地の色が見えていないから、その時間が欲しいなって思っています。今日は3を釣ります。以上。9番のプレイヤーが発言します。
はい、結論として今日3番さん釣らせてください。はい、のに関してはまあ言ったんだけど、釣り切り、どっちが真かっていう精査って正直つかないと思ってるから。で、6白、8白か。ってなると、4番さん目線っていうのは、まあ、対抗と重い地人外がどこにいるかって感じで、5番さん目線っていうのは、8白だから、まあ、一6回、九もうに、強靭すああ、れなばるいいほね。ど。まあ、占って、そこから、どういった、グレー精査落とすのかっていうので、まあ、ほぼほぼ、私は今4が真だと思っているんだけども、落としてほしいかなって思ってる。正直、なんだろうな、その、5番さんの、私、まあ、潜伏理由っていうか、がちょっと私は納得、まだいってなくて、どっちかっていうと5番さんの方が今マイナスな状態、なんですね。だから、そしたら、ラスールっていうのは2か8。これ4まあ、現噛め状、ば、4白いなっ噛みて思っっててわるかるのかな？か、6番さん、投これ票行4動だ噛んかだらね。よ。いいかなと思ってこるれんちょっだとけ4。ど、そこは、まあ、今日は、3番さん釣らせてください。で、占い師に関してはグレースケール。いや、4噛んだ方がいい。聞い余て、白した方がいい。まあ、これ絶対に余持ち白越ししたでいい方んじゃがいい。ないかなって思ってますね。はい。まあ、ただ、その絶5番が自対分余で出てるっていうのは、自分では2言っ番てないから。のプレイヤーが発言します。今日は3を釣ります。で、4号精査を先にさせてください。5番さんの騎手の炙り出し嫌だとか言っておきながら、結局乗らないんかと思ったんだけど、普通に新占い師目線だったら、騎手出してもいいんじゃないかなと思ったので、そこで、炙り出しが嫌だったからって下げたのが、すげえなんか変だなと思ったぐらい。なんか、票回収でも来てんのかなぐらいです。はい。僕目線の話をしますね。僕目線だと、4番さんが真だった場合、5、8ロー、または、5が今日の3、8、1、8ローという形になります。で、5番さんが真だった場合、6、9と1、3がつながると。まあ、1か3かはわからないって話ですね。って形になりますって話なんですけど、今のところ、4番さん、まあ、占い位置に関しては両方とも、昨日占いたいって言ってる位置を占ってるので、わからなくもないかなって感じです。プラス、4番さんが6白だった場合に、どういう風な精査をするのかが結構気になりますね。5、8だったり、5、2だったりとかを置くのか、その場合どうするのかっていうところが結構気になる。グレーですげえ怪しいなって思ってるところは特にない。6番さんが5、偽に感じるっていうのが、めちゃくちゃ不当だなと思った。なんか、ここ占いたいっていうのがわからねえから5番さんが偽っぽいなっていう、その叩き方めっちゃ雑だなと思ったし、8番さんが7は4守りでもいいんじゃねって言ってる、そこまで4を真に置けん。3番のプレイヤーが発言しまはい、す。みんなちょっとしっかり聞いてね。まず、自分の言うこと聞いて、投票を見て、右の投票欄見て開いて全員。右の試合記録っていうとこの投票記録っていうのを皆さん開いてください。5番さんは自投票してます。5番さん自投票してます。1黒5強、4進。4が進なんで6と9は白です。で、今日絶対自分釣りは飲めません。自分釣ったってもう岸噛まれてるんで、4が噛まれるだけな。絶対4噛まれるから。5はもう自投票して、4噛ませるために自投票してるのよ。ってなるから、俺釣ってもう4噛まれた時ってもう、8人の精査間違えれないよね。俺釣ったら8人の精査、間違えちゃう負けなのよ。で、8番さんの黒要素って8番さん1言ってないからね、1黒ね。2発精算なら2番さんはしっかり1言ってるんで2一はないです。81人狼5強、今日絶対5つって、5つって4噛まれて、俺決め打ちで、俺は8で終わると思うよ。8は3入れてるからね。俺釣ってこれ4噛まれて5釣った後絶対28の精査間違えない自信ある？今日絶対5釣りよ。5番さん自投票してんだから。
4番のプレイヤーが発言します。はい、まあ5を釣ってくれるなら釣ってくださいって感じだけどな。はい、まあロラで3釣りでも別にいいけど、自分がかまっていうかね、先に発言をしとくと、8番って俺はあんまりお金っぽくないと思ってますよ。昨日4に護衛を寄せるべきって、仮に5を8の時って言う必要ないんですよね。しかも5が4白出してるから4を釣る進行はないとまで今日言い切ってるから、それで8が言わないと思いますね。うん、例えば翌日自分から黒いた時に8ってもう身動き取れないから、だから2、5か、まあ1、5もなくはないと思いますけど、8は発言から白いと思ってる。もしも自分が噛まれた時だけ8は追ってと思ってますね。はい、まあ6白だったんでね、進路もあるかもよ。一番の遺言ってさ、投票からラインは見えないっていう風に言ってるから、一番が3を強人と思ってる場合って、ラインとかなくねって思うから、ワンチャンあるかもよ、とは思ってますね。一五郎とかもね。はい。自分が噛まれることを懸念するんだったら5を釣ってください。はい。っていう感じかな。うん。発言的にも3は死んだと思ってるけど、さ、3釣った後自分が噛まれた場合一応そういう風に言っとくからね。はい、以上。5番のプレイヤーが発言します。3番ってめちゃくちゃやばい精査してる人物なんで、わざと僕の2戦目を上げて、僕の髪先を、僕にしないようにしてくれているのか、意味わかんない精査してるのかが分かってないですね。まあだから3ローラーします。はい。4に白結果、わかりますか ?4 に白結果って、強人がやったらめちゃくちゃ利的行為です。その上、3子を狙って潜伏してた人物、僕。はい。しかも、もう一つ言います。4番って強人だから白しか打てないんだよ。わかりますか相方が、自分のご主人様が1か3に出ていることから白しか打てません。意味わかるかな？グレー1がどこが狼かわかんないから白しか打てねえの。だから明日も絶対白しか打てないし、俺は絶対に今日神1にならないために自投票して強人アピールしただけで、それすらわかんないの。で、9番っていうのが、絶対的に狼がないと思っている。だから9、8はもう外して、9番が狼だった場合って、4が9に刺してるから5番神入るんだよね。絶対に。だから僕は強人っぽいムーブをしてわざと神1外させるためにしてんの。その精査もできない3番はもう絶対村じゃないと思ってるから、まあ、3番が十中八九死んだと思っていたから、まあ、びっくりしている、この発言は。で、うん。26で言うと、6番ってやばい思考の持ち主だなと思ってて、僕目線4に白刺さってんだから、騎士出したいに決まってんじゃん。でも4番って2、2番面で騎士出そうとしてんの。6番のプレイヤーが発言します。いや、5番さんの言ってる意味がわかんないですね。4が強で白しか打てないって。なんなんですか、その理論。と、普通にマジで思いました。あと、今なんか、なんて言いましたっけ。自分目線が4強だから騎士出したいとか、村目線どっちが死なんてついてないわけですから、そんなどっちの言葉を信じるとかもありませんよね。もうマジで今日、5番さんの1日目の日、あれが、なんかな、投票が、強ムーブでしかないって見るんで、もうちょっと強ムーブ、なんかその自動票した理由を言ってほしかったですね、5番さんには。なんかもう本当に、あなた死んだったら本当にやばいですって自分は思います。自分も思います。あなた、5番さんやばいですって、本当に。うん、まあ、僕は PP 懸念のため3番さんでいいかなと思ってるんですけどね、まあ3番さんでいいです。3番さんいきます。うん、5番さんの発言も普通に、特大ブームなんで草って感じですね、マジで。意味がわかんない、もう。謎理論でしかないなって思いましたね。うん、だから、まあ、4番さん、うん、やっぱ、1日目からずっと言ってるんですけど、まあ、4番さんの方が、自信あるかなって感じです。で、グレー精査ですよね。そう、もし、そうですね、グレーにローが、違うな、レーに、レーが今日で出たとして、占いにローがいると、4進んでみると、4、9と6。
2と8か。2と8。2と8。でも8は4つらないって言ってるんですよね。2番さんが。全プレイヤーの発言が終了し。俺を選ぶなんて悪い子だな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。遺言を発表してください。まず、ここ絶対4噛まれるから、あのね、1番狼だったから、1番狼だったから4号って神教なのね。4号って神教なのね。これね、5番さんが自投票してる意味ってもう対抗噛んでくださいってことなのよ。自分強靭なんでって。なぜ5番さんが強靭で4白打ったかっていうと、占いさん CO で、多分5番さんって俺のこと死んで見たんだろうね。5番さんって俺のこと新目で見て4に白打ったら、初日から3釣れるから5って初日に4白打ったんだろうね。強靭で。でも対抗かませたいから、自投票してんのよ。まあ、逆に7番さん噛まれてよかったよ。これ4噛まれた時が最悪だった。4番さんの結果が1個落ちたのが良かったと思うよ。まあ、4噛まれて、5つって28の精査なんだけど、俺は8番さんだと思ってる。その理由って、8番さんってなぜ俺に入れたの？まず俺、3が4白打って4番、4と3だけど俺先にスライドで逃げて5番さん出てるからね。俺占い確定させる行動してるのに8番さんそれでもなぜ1番に言わなかった理由を明日言ってね、8番さんは。8番さんその理由しっかり言ってね。夜が更けました。人狼に気をつけて。スライドでね。これ4、あ、オッケーオッケー。わかってるね。いや、4、4、ああ。OK。逃げてでくさ。まあ、逃げても五強に見えるやろ、これ。昨夜は、1名の方が亡くなりました。4、5番のプレイヤーが発言します。2白ね。はい、だから多分6黒。で、6に黒打った場合って4番が、死んで思われてるんでしょ？だから、5が強靭で死んの4番が占った先に黒打ったって言われるから、どうせ6黒追わないでしょ？あ、9番村弾きした理由は最初の紙位置で俺が絶対なると思っていたから。だから9番が黒だった場合って絶対俺が噛まれる。だから俺があえて強靭ムーブしてる。で、まあ7噛んできたことから、まあ9の黒もワンチャンあるけどないと思ってるから。6の発言って絶対的におかしいよ。俺が4の白結果持ってた場合って、騎士、絶対出したいに決まってんじゃん。だけど4番って22番面で騎士出し進行を取ってんだよ。そんな進行論、進行すら分かってないのかな ?22 番目の騎士出し。やばいと思ってる、6番は。ちなみに、俺が強靭で4に白持って、はい、絶対的に、霊能が2しようで、絶対的にご主人初日に釣られるんだよ。やばい、やばいでしょ、だいぶ。しかも3番視点めちゃくちゃ崩壊してるからね。1番って釣り位置にも上がってないのに釣られに来た狼なんだよ。5番が4に白打ってんの。どういう視点なの？絶対3番陣外。はい、だから3、3、3、6ローローの4強じゃん。で、今日4神入るってずっと言って8に黒塗ってるだけね。はい、6。6番のプレイヤーが発言します。いや、もうこんな5番偽でしょ、自分のこと黒いって言ってるし。てか、黒だと思うって言ってますよね。あなた目線、8と2に白が出てて、白だと思ってる。それだと6黒確定ですよ。なんでだと思うって思うんですか。
もうマジでよくね、本当に。てか本当に5番は自分のことやばいやばい言うけど、マジでブーメランやからな、ほんまに。もうだから自分、村目線っていうのは4号線、どっちが死ぬやって分からない、分からないじゃないですか、そんな。ね。やのにそこで岸出したいとか言ってんのに、ほんま意味わからん。そこな。あと、真のくせに地釣りやってたら、ほんま、死めないと思いますよ、あなた。もっとそこの理由をしっかり喋ってほしいと思いますね、5番さん。うん、死んだったら、もうそれ、真消えますよ、普通に。自分はこういきますね。で、まあ、で5番さんは旧城だと思うって言ってるんですけど、4番さんの城先ですよ。ワンチャン囲えてるっていうのも追わないといけないんじゃないですか。そこも追ってない、もう意味がわかんない、5番さん。全然精査できてない、マジで。でも本当にマジブーメランって感じ。で、まあ、まあ5番さんで終わんなかったら、新郎、新郷、新郎、新郷だったってことですよね。ってなると、まあでも、8に、かっこいいってあんのかなとかわかんないので、やっぱその、この後のね、3人しっかりお話聞きます。正直、合心、まあ、散ってんので、今、まあ、9は、うん、白で、8と2しっかり発言します。ちゃんと喋ってください。多分6はつらんやろ。が発言します。ああ、今6番の発言から聞いたら6に行ってしまいそうってなってしまうよ。かっこいいしかないから。4か5どっちか真か分かってないけれど、かっこいいでしかないから。5番が2と8に白を打っている。4が6と9に白を打っている。かっこいいしかないから。3番さんがなんかいろいろ述べろって言ってたけれど、3番さんに言った理由っていうのは、4番で確定すると思ってウキウキしてましたってめっちゃ弱感っていうか、うさんくせえと思ってしまったんだけれど、だから4に、あ、3に行ったってだけね。俺は4を死んだと思っているから、ラストウルフは2かなと思っているけど、6番の今の発言が怪しいから、2、6どっちかかなって、6の5の叩きも不当でしかないと思っているからね。5番さんは9は白っぽく見えているから、多分6だよ。確定はしてないよね。5番さんって9を占っていないから。確定はしていないよ。そこで6番さんが、5番さん目線、俺黒しかないでしょうっていう意味がわからない。それは多分、破綻じゃねって思ってしまっているんだけれど、3番さんって、昨日3番さんに言った理由って、3番さんって初週に言ってたのが、1で黒が見えた時って5の芯がめちゃくちゃ上がりますっていう発言を残していながら、昨日に関しては5100%偽です、だから8ですっていう、あの論が通ってないの、初週と2日目と。いや、自動票してるからやんこ。プレイヤーが発言します。はい、結論として今日は5番さんいきます。仮に、4が真だった場合って6つっちゃうと、もうこれ PP で負けちゃうから、今日は5番さんいきます。はい。もう私かなり安定志向の持ち主なので、うんかな。今の発言、まあ、8番さん正直、まあ、ちょっと村っぽいなって私は感じてるから、まあ、もちろん2番の発言がこの後はまあ聞けてないから分かんないけど、うん、どうなんだろうね。ただ私、仮に4が、人外だった場合って地神するメリットってあるのかなって私は思ってるんだけど、いや4人外はないよ、だって4が人外で地神っていうのは、ああ、そしたら、自分が真と見れて、ああ、そうか、仮に5が真だった場合、6占って、ああ、なんで本当に投票突っ込まんないの、まあでも、ただ、ほぼほぼ4番が私は真だと思ってるから、5番さんの、その自投票、2日目ちょっと最後時間なくて言えなかったんだけど、うん、っていうのがどうしても消せないから、うん。今日は確実に私は5番さんを落とします。5つって神なしやね、はい、そうすれば絶対来るのって、5番さんが死んだったら申し訳ないけど、それでも釣り飲んでください。今日は絶対5番落とします。5つって神なしやね。のプレイヤーが発言します。昨日見えた目線ってのはサブロックロールを4強だった場合も考えてですね、
はい、8番に言われたんだけど、5の偽が高いなって言ったのと、プラス6も8も怪しい要素があるよって言ったので、5が怪しいから8黒になるっていう目線ではないです。4神だった場合5、8ローだし、5神だった場合は9ローだった場合って、9、1、9、3、さすがに見えない。それこそ5番が言っていたように、1、3、てか4神に、いやでも分かんねえな。5番さんが唱えてる論って9番がローないって言ってる目線なんだけど、1、3、どっち、例えば3、9ローだった場合、4神にはいかないんじゃないかな。普通に1っていう神へのが連れて、3、9ローだった場合って4神に行ったら、5の、なんていうの、5の神が透けているから9って疑われ値になるから、普通に4神はしないと思うし、プラス9を弾いた理由がちょっと分かんねえな。今日に関して言うのであれば、6番が5に対して6黒確定でしょって叩いたの分かんないし、5番さんがで終わらなければ6目線神老神教だと思ってるっていうのが分かんねえ。5番さんを2ピース置いてるのであれば、4神5強、3ローっていう、3番が唱えてた全然あるので、そこを確定させてる6番が一番臭いかなと思います。多いからね。いや、5の自投票誰も見ないんよね。番9に行った。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番5番の遺言を発表してください。はい、9、3、ローの4強人かな。なんか6番にずっとヘッド貯めてるのに、6番って俺のことをずっと殴ってきてるだけで、精査レベルがクソだから、多分村だと思ってきた。俺が9を村弾き強人だったら絶対しないから。9も狼位置として提供します。頭悪すぎね。はい。で、1番っていうのは、限りなく、釣られる状態での CO だからね。俺が4に白打って、霊能すら3がしてる後に1番っていうのが出てきて、1番が狼ってやっぱ思えないから、やっぱ3が狼。だで今の発言から9番って絶対黒だなと思ってから、3、9、ロード、4、強人。6番視点で、めちゃくちゃクソだって言っているのは、5番視点4に白刺さってんだから騎士出したいに決まってる。でも2、2番面って村視点だったら出せないよね。それ炙り出しに見えちゃうよね。だから、2、8にいるんだったら出てほしい。2か8を占おうとしているからっていうメッセージさを落としています。4番っていうのは2、2番面なのに騎士を出そうとしている。全く意味がわかんない。しかも7って誰からも疑われてなく、もはや白弾きされていた位置から、騎士が出てます。めちゃくちゃ村視点、めちゃくちゃだるいっす。はい。8番が7から出てきて、よかったねとか言ってたけど、全然よくないから。ああ、亀なしがいいだろう、ね。それすらわかんないのか。9は多分、その論すらわかってないし、もう6番はもう、クソ村だと思ってるから、もういいや。もう殴るのもやめた。はい。多分9がラストウルだと思ってる。2と8が6行こうとするんだよな、これ。人狼に気をつけてください。2と8が6行こうとするから、厄介だね。2噛んだ方がいいかな。2噛んだ方がいいんじゃない。怪しまれるかな、2噛んだら。紙なし選んだか。これ発言順かよるよね。9が発言最後なら一番いいけど。昨夜は誰も死にませんでした。9発言最後来い。発言ターンに入ります。9が最初は痛いな。はい、私からか。うん、いや、個人って私はほぼほぼないって思ってるから、うん、6は村だと思ってるんだけど、2番さんは6疑ってる。うん、5が真ってこと。5番さんの行動ってさ、新占いじゃないと思ってるんだけど、あ、新占いで
なんかするしないと思うけど。まあ私6は村で、4死んでてるからね。6は村だから、まあ2番3か8番3プツプツ、治った6ね、4死んで置いてるから私はね、5のやってることが、死んぽくないから、うん、だから2番3と、8番3の話を聞いてどちらかに入れようと思ってます。うん、現状どちらの話も聞いてないが、うん、っていうことだけかな、言えるのは。ああ、はい、これ9が発言最初で厳しいな、合わせられんからね。2と8が6に合わせてくるよ。ということだけ言っておくね。はい。多分。まあ2番さんと8番さん話聞いて怪しいなと思った方に入れます。現時点で投票先は、うん、一応伏せておきますね。以上。これ2と8がこれ6言ったら怪しいよね。普通は。うん。今日の9番の関しては何なの？いやマジでわかんない。狼探す気ある。てか、あの、28に対して精査をもっと言えるべきだと思う。なんかごめん。なんか6とか9とかに叩いてばっかりだな。ごめん。あのね、あんまり8のクルーソってのが取れてなくて。1点だけ。8番さんがそこまで4芯に置いた理由がわかんねえ。ぐらい。4進で置いたい理由プラス7が4を守るべきだって言った理由が分かんないから、そこだけ若干怪しいと思ってるけど、6の黒要素は昨日挙げたプラス9番さんが言ってる4が自我見せるメリットって言ってるんだけど、はって思って言ってたよね普通に。9番って9番さん目線4、ローはまずないじゃん。なのに、地神って何を言ってるのかなって思ってたけど、今日に関しても、あの、俺としては4、5番の精査はっきりしてないです。普通に5番シーンも全然あると思ってます。あの、5の神っぽくない要素が6番は言ってるけども、5が芯であれば噛まれたくなく、自投票するっていうメリット、例えばそれこそ5強人だったらマジでやらない行動じゃない、5ローだとしてもやらない行動じゃない、すげえ目立つからと思ってるから、5の芯は普通に捨てきれないと思ってます。6だと思って。6番のプレイヤーが発言します。いや2番さん今のね、そのメリット、5番さんにもメリットがあるって言うんですけど、それで逆にモラリを取れることができるんですか、そっからって思いますよ。それをされても新目で見れるんですか、5番さんを。普通に無理じゃないですかって思うんですけど、普通に。あとさっきのね、8番さんと2番さん、自分になんか5番さんは9が白っぽいから6黒だと思って、いやだから9を白く見てるんですよね。それだったら 5番さんの目線って6確定黒じゃないですか、9を白と見るんだったら。いやそこ言葉の履き違いですよ。じゃあしっかり考えてくださいね、そこは。あと8番さんね、時系列ちょっと変だなって思った、そこに違和感がある、8番さんには。うん、まあそうですね、今のところ8番さん言っちゃいそうですね。そのあ熱、まあ、熱造、軽く熱造されてと、時系列もちょっとごちゃってる。ただ2番さんの、別に9番さんは4を芯と見てるわけじゃないですか。もう2番さんも8番さんもそこはっきりしてほしいですね、占い精査を。2番さん濁しすぎじゃないですか。それ結構人外に見えちゃいますね。ちょっと8番さんの話聞いてきますか。なんでそこを誤信をつかめるかなって思う。自分はもうあんな動きされて、あれ芯だったらもうマジ、もう無理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 って感じなんですけど。まあ今8行きたいですよ。8人聞いて。まあ2も結構怪しいですけどね。なんで決めきれないの、そこ。8番のプレイヤーが発言します。俺は何の時系列がおかしかったの、6番さん。あなたがしっかり説明しないとわからないです。それ捏造でしょう。だけど、俺の何の時系列が間違ってたのかわからないから、それは俺目線、6番さんが捏造してるんじゃないのって思ってしまうんだけれど。
ただ、俺は5が偽だと思っているから2に行こうかなって思っているんだけど、初日に関して、ほぼほぼ村が5の偽を追っていた盤面だと俺は思っているんだろう。というか、俺目線は4が真だと思っていて、5が偽だと思っていた。じゃあ、5のする行動っていうのは、多分急占いでしかないと思っているのね。この盤面になったときに、5が偽で追われている盤面かだったら、てか4と5の真偽をつけられたときに、5の偽を追われてたら、多分28の乱でしかないと思っているから。だからこそ5の占い値って俺9でしかないと思っているんだけれど、まあそれは盤面の、その何ていうかな、流れ次第だとは思っているんだけれどね。だから6が言っている。これも2も8に行くやろ。発言の順序がおかしいよって言ったのがよくわからない。そこだけなんだよね、引っかかるの6番って。9は俺は弾いてるよ。ギリギリまで考えるわ。さあ、これ6は2行くよね。ああ、よかった。これ騎士潜伏かねえよな、さすがに。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。勝った。5、8、6だったらあっぱれだと思ってるんですけど、違うよね。うん。5、8、6だった場合って、4神はせずに、普通に5番が6を黒出すとか、そうして、占い審議で貸し取るっていう目線も全然あったと思うので、5、8だったら4神なんて弱いことはしないと思っていたので、8はそこまで全部言えなかったね。6番になんかずっと叩かれてんだけど、5の偽要素っていうのが個人的には取れなくて、4号審議つけてないって言われたんだけど、4号、俺目線4号審議がつかないから、6、8、9の中でどっか怪しいところ、8番さんはそれしかない、9番さんだったら9、3、9、1つながり得ないと思ってるから6っていう発言だったんだけど、俺がどこかで暗くなってしまったんだよね、多分ね。初日かな、2週目かな、わかんねえけど、5が黒かったから俺に結びつけたの。それこそ5に色だった場合って、4神をするか、どちらにせよ、4神をした場合、2、8って、精査がわかるわけで、ああしょうがないか。俺が悪かったんだろうな、多分な。はい、すいませんでした。夜が更けました。人狼に気をつけてください。ああ、なんとか勝てたね。いや、4番さん、4番さん、人狼殺1で昔結構やってたけど、最近同窓してないから多分わかんないんじゃないかな。多分9番黒く見えて9白打ったんじゃない？それか結果語りもあると思うけどね。夜が昨夜は1名の方が亡くなりました。9番ゲーム終了、人狼陣営の勝利です。いや6番狼か、それは狼が36追えなかった。ごめんなさい、5番さん叩きまくって。ブーメランブーメラン。いやもう6番言ってることマジ意味わかんないと思ってたから。いやまあなんか人狼苦手、ロー苦手すぎるからもうブーメランとか使っときはなんとなくで。ごめんなさい、5番さん。いや全く覚えなかったです。上手でした。いやー、僕だから騎士出したいのなんて当たり前だしね。だからもう8、9が人狼代表でしかなかったから無理だった。いやそれは、ありがとうございました。その心情はマジでわかんなかった。ごめん、この心情は取れてんの俺なんで。人狼だよね。なんで5が騎士を出したいかっていうと、4に白刺さってて4の強靭が見えているから5目線ってグレー幅狭めたいから騎士は出したい。でも4っていうのは
5の、5はほぼほぼ狼に見えているはずだから、騎士なんて出さない方がグッジョブも可能性あるから2グッジョブ狙ってっていうのが普通なんですよ。だから4番が騎士出そうとしてる、 2番面下で騎士出そうとしてるのって絶対的に変だし、僕視点は出したいけど、それで4番みたいに騎士炙り出しって言われるのはおかしいと思っているから嫌だから、まあ、2、8は占い位置であるから、で出てほしいって言ったんですよ、2、8にいた場合はって。いやー、わかる、5番さんわかるけど俺は9を占ってほしかった。それだったら少し話してもいいかな。どうぞ。一応自分が死ぬ占いの時にもですね、だって自分が使命が高いということを自覚しているから、自分が騎士占ってしまったら相当やばいんですよ。だから 2,2 番面であろうとも一応話はします。自分の発言でもこれって良くないと思われるかもしれないけどっていう前置きをしてます。ともう一つ、俺が例えばラストウルフ6番の位置だったら、3級ローを3級ロー4強の視点をめっちゃ突っ込むかな。3級ロー、4強って場合は4の強心が初日から透けてるから、3番は絶対に1ロー結果を打つ方がメリットが多いですね。だってその場合って5を狼主張できるから3番っていうのは。いや、そうなんですね。だから3が真の可能性はなきにしもあらずだったんですよね。でも3ってずっと5を強靭塗りしてるから、3目線って5って非常に狼に見えないのかなと思って。いや、多分ね、俺死んででも、俺ね、もう5番さんが自投票した時点で自爆考えたから、マジでこれ、あげてくれって思ったぐらいだから。いや、絶対神1にならないようにっていうことで、いやでも自投票してやってんすよ。だから強靭だったら絶対それしないし、9の白弾きなんて絶対しないでしょ、強靭だったら。いや、でも自分も8を。強靭だったら対抗かませれるからするよ。自分もでも8を白いと評価してますからね。え、4番さん。対抗の白先。はい、何ですか？だから4番が黒打つとしたら8しか打てないし、4番さんは強靭だったら9に黒打つしね。4番さんは自分の黒見えましたか？ああ、見えてます。見えるよね、あれ。めっちゃ黒かったよ。2を、臨場で釣りをしているから。もうずっとずっとなんかもう俺に対して、ブーメランでしかないよってずっと言ってるだけだから、なんか純粋に沼ってる村なのかなと思って、9番が最後、次の日来るの前提で話しているから、もう、と思って、9番かなって思っちゃいましたね。いや、9はないと思っていたからめっちゃ悩んで、ごめん、まず。あ、これさ、進路進路だったらさ、4構わないっすよ。うん、あと、クリリンさんは9クロック見えて囲ったの、最初。まあ、うん、そうね、9あるかなと思ったし、巨人最初引いた時に占い出るのもよぎってたので、まあ、出てもいいかなぐらいです、ね。で、スライドした時はどっちし、あの、狼で見えてた。クリリンさん目線、レノニオカミ見えてるじゃん。3オオカミで見てましたよ。だから1めっちゃ強調しましたよ。だって 1、うん、まあ、1釣られ1じゃないですから。なるほどね。なんかよく考えたら1って絶対死んだよなって思ってきたんですね。ただ、サンクロの場合って、サンクロの場合って1白打つのかなと思ってたので、俺は結果的に三振かなと思ってましたよ。あの、2日目になってね。ああ、ちょっと5番さん。それとは1白打ち得だと思うんで。5番さんに聞きたいんですけど、はい、騎士出てたじゃないですか、あの盤面。それでも強ムーブみたいな自投票するんですか？騎士出てたから強ムーブしたんですよ。騎士が出てなかったらしてないです。騎士出てるからもうグッジョブ絶対起きないから、もう俺がカマレイチに絶対にならないように強靭ムーブしたんですよ、初日は。いや、結果見たらそれは、ああ、わかるわって思って。てしまうね。まあでもそれが多分、まあ村視点は分かってなかったから、まあ意味なかったっすけどね。でも仮にそれで 4が実際に噛まれた場合って、もうそれこそ5の立ち位置もゼロですよ。本当ですか？死んでもすべきじゃないと思います。絶対追えないから、絶対に追えないと思ってるから。5番さん1日黒っぽかったからさ、全体的にみんなに言われてたけど、そこであのブームしたらさらに黒くなると思うんですか？これは重要ですか？お願いします。お願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。